影山さん、もう一本 VTR あるんですよね、はい、そうなんです。この試合終了後にですね、特別にとある場所に行かせていただきました。どんなところ、どこかな。この後、影山さんがなぜか走ってます。どこ走ってんの。試合終了後、ありがとうございます、はい、この後監督会見に入れることになったんですけど、行きますか。行くしかないですよね。行きます、はい、行きたいです。じゃあちょっと、まあ、一緒に行きましょう。はい、わかりました。試合後の監督会見に記者として影山さんが参加。いや、本当すごい雰囲気。しかし、こんなハプニングが起きていた。まさか。実は試合後のスケジュールが大幅に早まり、中継で牧野さんとトークをしている間に、なんとトゥヘル監督の会見が始まってしまっていた。T シャツプレゼントのくだり。やべやべ、あの日か。セクシー寿司を予約していたんだ、銀座に。お客さんへの挨拶もそこそこに、急いで会見場へ。残ってくださって、国立競技場の中を激走する影山優佳。頑張って。初の監督会見、記者影山優佳は質問することができるのか。現場はかなりの緊張感。あ、間に合った。おしないです。質問しよう、質問。果たして記者影山は質問することができるのか。すごかったですよ、空気が。しかし、よっしゃ、終わり？なんとトゥヘル監督の会見が終了。記者影山、質問できず。すると、それでは川崎フロンターレ鬼木監督の会見です。鬼木さん、頑張れ。川崎鬼木監督の会見がスタート。J リーグを代表する名監督に質問することができるのか。続いて質疑応答に移らさせていただきます。ご質問ある方は挙手にてお知らせください。ではすごいすごいすごい、社名お名前からお願いします。アベマスポーツタイムの影山です。鬼木監督が、ピッチレベルで直接ご覧になって感じたバイエルンの強みとは何か教えていただきます。いや、すごい質問、すごいいい質問。そうですね、まあ、やっぱり強度の高い中で、しっかりとした技術があるというところだと思います。もうちょっとしたところですけども、やっぱ質のところの差というものがやっぱりゲームに大きく影響したと思いますので、まあ、選手の中でもまだまだもっとボールを動かせるという感覚がある中で、実際にはそこでボールを失っているシーンが多いので、そこの最後のところのクオリティの差というか、そういうものは、感じました。ありがとうございます。影山さん、記者にピッチリポーターにお疲れ様でした。ここまで見てくださってありがとうございます。続きはアベマで無料で見れます。日曜ルはスポタイ、見てね。